皆様こんばんは今日も一日お疲れ様でした今日の私のお夜食をご紹介したいと思いますじゃーんっていうほどではないんですけれども全部すごく素朴なものですえっ、ー、とこちらはえっ、ー、と大,大地の、えー、大地を守る会かな大地グ入っていつも言っちゃってるんですけども大地を守る会の、えー、と4個パックになったもうこれ最後の1つになっちゃいました冷ややっこです こちらにオイシックスの鰹節をかけました。これにえっ、ー、と海のせいの旨、絞り醤油をかけて食べたいと思います。で、こちらもね。大地に大地で届いたばかりの。えっと釜揚げシラスですね。ツインパックになった。もうほとんどあのよく頼むツインパックのえー、釜揚げシラス。こちらに、えー、盛森田醤油の柚子ポン酢をかけていただきます。 で、えーと、こちらの右側があの今朝作ったブリ大根のもうぶりがなくなりましてあのお大根だけ残っていたんですけれどもあのすごくお出汁が染み渡っておいしそうなもう大根の煮物ですねこちらちょっとあのそうあの生姜を入れるのを忘れてしまいましてあの後あと金印のすりおろし冷凍生姜をあを入れてもう一回煮詰めましたなのでおいしくなってると思います すごいあの王子にも美味しいって好評でしたはいでこちらがえっと2色目にねあの私ちょっと軽くいただいたんですけれどもその時に作りましたえっと八方菜じゃなくてチンゲン菜とこれもねすごく新鮮なチンゲン菜が届いてたのでそれを全部使いましてそれと平貝卵2つにえっと有機メープルシロップぬちマースたる熟 アップルビネガーかなをちょっと入れたひらがいたまごであのとあとまた万能中ですね結局万能中がすごい便利なのでで味をつけましたえっ、ーと,えーうん、と,と卵の炒め物うチンゲンサイと卵の炒め物そうチンゲンサイっていつも八泡菜って一緒になるんですけどチンゲンサイですねなのでえっとね卵に最初にその ゆうきメープルシロップ、ぬちマース、たる熟アップルピネガーを入れて混ぜてで、それで全部混ぜ合わせて、あ塩コショウしたかなどうだったかなちょっと忘れちゃったんですけども、で、最後に、あの、バーンの字をバーっていうふうにかけて、またさっと炒めたっていうような形ですね。すごい、これでも美味しかったです。で、えっ、ー、と、こちらがいつもの小梅干しですね。朝は蜂蜜梅干しを食べたので、 まあもう食べなくてもいいかなって気がするんですけども、ちょっと食べとこうかなと思って、これすごくちっちゃいので、これは普通にあの酸っぱい梅干しです。えー、大地の小梅干しです。でね、ご飯がやっぱりね、切れてまだ炊けてないのかななのでね、なんか王子が買ってきてくれました。なんか砂糖のご飯普通に <laughs> あの買ってきてくれました。あの金目米がもう切れちゃったのでね。 慌てて頼んだんですけど明日ぐらいだと思うので届いたとしてもねなのでなんかパッと行って買ってきてくれたみたいでえっ、ー、と佐藤のご飯を今温めて一応あの全部食べれるかわからないのでこちらに信州焼きのちょお茶碗に移しましたすごいなんかヘルシーですね <laughs> なんかちょっともうあの私今43歳なんですけどもね ちょっともう老後みたいなお食事かもしれないんですけどもまあ夜だしお夜食にすごくいいかなって思います一応タンパク質もあのしっかりお豆腐としらすで取れますしあとはもう全部葉物野菜もあれば卵もあれば根菜の大根もあればっていう感じであのすごくあの理想的な感じだと思います板わかめのふ,ふりかけですねこれもっとかけると思うんですけれども一応こんな感じでイメージとしてかけてみました 2食目のね、軽いお食事も一応取ったから、まあ、あ,のあげれたらた、ね、大したものじゃないんですけどもあの、見たければね、アップしてもいいかなっていうふうに思います。あとね、ようやくあの美食ドライブ、本当に、あれいつもあの、やってる時すごい楽しいんですけども、アップするのが結構大変なんですねあの。ようやくアップできました、全部。で、最後まさかの、リンダ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 ブルーハーツ。 締めました <laughs> すごいやっぱりいいなと思って森高ファンの方ごめんなさい森高じゃなかったけど最後ねでも最初は森高歌ったしねちょっと今回はね結構バラエティ豊かな感じになっちゃいましたねでもまあそれはそれでいいかなっていうふうに思いますはいでは皆さん楽しんでくださいいっぱいあげたのであの見るのもね大変かなとも思うんですけれども まあ気になる曲とか全部本当は見てほしいけどね、まあ、ちょっとお時間がない人とかはまあ見たいのだけでも <laughs> 見てくれたらなっていうふうにまあフィナーレだけでもいいし好きな曲あったら聴いてくれたら嬉しいなって思いますそれでは今日も皆さん本当にお疲れ様でした私もなんだかんだともうあっという間になんか夜になっちゃいましたね まあ今からこれを食べてお風呂に入ってなんか森高練習するって言ってたのに結局あんまりなんかできないまま終わっちゃったんですけどまた夜ちょっとやれたらやろうかなっていう風に思いますではおやすみなさいチューリップリンセスでしたまたねあでもおやすみラジオも取撮れたら撮るかもしれないですね、まあ、気の向くままにでもやらせていただきますありがとうございますチューリップリンセスでしたまたね